おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ、今日もですね、絵日記だ。絵日記。もういきなり宣言しちゃったよ。さあ、今日もですね、絵日記をですね、皆さんにですね、お届けしてみようかなっていうふうに思いますので、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、昨日に引き続きですね、皆さんはですね、小津さんの絵日記をですね、見せられてるというわけなんでございますが、今日何の絵日記かって言ったらですね、タバコがなくなったからですね、タバコを買いに行くっていうですね、すごいな君。この間はネジを買いに行った動画で、今日はタバコを買いに行く動画だみたいなですねまあまあ付き合っていただければなっていうふうに思っております。スーパー株 C125 ファーストチャンネルでこの間カスタムもおおよそ一段落しましたので、お試しツーリングっていうのをですねやってきたんですよ。その最中にまたエンジン警告灯がですねついてしまったというわけでございますので、おお株だこの人は、違うね銀行員だね、思わず今ですねイエーイみたいなことをですねやってしまいそうだった自分がですね怖いというわけなんでございますが、話を元に戻します。エンジン警告灯がですねついてしまったというわけでございます。おいで、今ですねリセットかけましたんで、エンジン警告灯はですねついていないんですよ。でまた走っていましたらね、いつものこのまんまの状態でありましたら、またエンジン警告灯がつくのがですね目に見えているというわけでございますので、フレッシュエアボックス、フレッシュエアじゃないやエア吸入口の中にですね、このなんだろう、管があるんですよ。ものすごい長い管があるというわけでございますので、こいつをですねプチコーンとですねすごい長さをちょん切ってしまったというわけでございます。果たしてこれでですね、これエンジン警告灯がですね今日はですねつくのかどうかっていうのもですね試してみたいなっていうふうに思っております。そのためにですねコンビニに向かってるっていうところもですねあるというわけでございます。だからご近所のコンビニじゃなくて、ちょっと遠めのコンビニにですね今向かってるというわけでございます。エアダクトをですねかなりの長さをですねちょん切ってしまったというわけなんでございますが、エンジンがですねまたより一層ですね軽く回ってるというところもですね感じながら走ってるんですけど、回した時にどうなるかだよな。なお一層回らなったらどうしよう、切っちゃったよ。今から話すことはですね、小津さんのあくまでもイメージの話として聞いてほしいんですけど、小津さんね、今ホースちょん切っちゃったよみたいな、ああみたいなこと言ったじゃないですか。血液型にもよってですね、これ行動パターンがですねかなり変わってくるんじゃないかなっていうふうにですね思ってるんですよ。日本人でですね一番多い A 型の方は、このホースをちょん切るにしてもきちんと下調べをして、理論に基づいて切っていい切って悪いっていうのをですね判断をつけて、そして実行する、またはですね実行に移さないっていうですね、そういう方がですね A 型だとするとですね、おじさん B 型なんだ、 B 型っていうのはですね、あーまあ切りゃええんや、プチコーン聞いてた、これが B 型です恐ろしいでしょ。んでですね O 型っていうのはですね、 O 型の人はですね同じなんですよ、あプチコーンってですね切っちゃった、だからまあ経過がどうなるかどうかっていうのはよくわかんないんですけど、ブランデーグラスを傾けてですね、これでおいおしよみたいなですね、そういう親分肌がですね O 型だというわけでございます。で AB 型の方がですね、以前上司にもいたんですけど、 AB 型の人はですねとりあえず実行に移すんですよ、プチコーンと切ってですね、調子が悪かったらですね、なんでやなんでやみたいなですね、 おいおいみたいな、おい自分がやった自分が撒いた種だよみたいなですね、それがですね AB 型っていうですね、血液判断でもですね血液型によってもですね、その反応はですね人様々だっていうですね、小津さんの、本当に小津さんのですね勝手なですね、そういうイメージをですねお話しさせていただきました。今の話は真剣に受け止めないでくださいね、本当笑い話だというふうにですね思って聞いていただければなっていうふうに思いまして、いつものテスト会場に来ましたので、ちょこっと回してみるね。オッケー、まあこんなもんじゃろう、こんなもんじゃろうみたいなですね、あダクト切っても大して変わらんな。まあそれよりもですね、エンジン警告灯がつかんなったね、まあ、こっちの方が大切だというわけでございますので、多少なりともですねこの吸入量がですね増えたんだなっていうのがですね確認できました。でもそれはですねほんのちょびっとだっていうことがですね分かりました。だって走って劇的な変化ないんだもん。そりゃいいんだが、雨が降りそうなのと、これねジャケット、
やっぱり袖口のマジックテープが、はあ、もうベロンベロンじゃ、これ寝巻きみたいになっとら。こうやってマジックテープつけてギューってやってからですね、青信号でございます。あてギューってやってもですね、ベロンベロンなんだよこいつ。ここを右折したらな、テストコースだったんだけどな。もう今日は帰りましょう。コンビニに寄ってきちんとタバコ買って、きちんと、まあきちんと買うかどうかは分かんない、ふざけて買ってもいいんですよ。要するにですね、結果が伴えばいいというわけでございまして、あとはコンビニ寄って帰ろうかなっていうふうに思いますので、今日も引き続きですね、絵日記にお付き合いいただきまして皆様ありがとうございました。近々近々ちゃんとした動画は撮らねえな、だってセカンドチャンネルなんだもんこんなんでもよければ、ぜひぜひですね、皆さんですね、今後もですね楽しんでいただければというわけでございまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは。